ープニングで納品が足りてるかどうかチェック。全然持ってないダメかな、こりゃ全然足りてない。こっちも足りてる。クラシュバリの町納品完了。解放軍を率いられているお方が王子とはつゆ知らず申し訳ありません。こんな辺境にまで支援をいただきありがとうございます。あれ、黒ランタンっていう子仲間にはならないの？仲間にならないの？王位の正当性は血筋で決まるもの。コルニアはアレイン様の領土です。ガレリウスの妄言を受け入れた父に代わって謝罪いたします。謝罪はいいから仲間になってくれ。仲間になんないの？この子は仲間になんないの？仲間になってほしかったな。守護兵この子でよくない？まあいいや、ちょっと遠いけどホームでいいや。お任せください。誰でもいいって感じだったね、今のはね。よし、これで納品できた。で、今日はここに行くのか。あ、その他は何だっけ。ここまで終わったのか。で、その後上行ってレベルが高かったんだったね。はい、というわけで、じゃあ今回はこっち行きますか。古代の魔法陣中級。でもこれがメインにはならないと思うから、チラッと見に行くかい？どうだい？じゃあこれをちょっとやってみますか。あ、でも結構長いんだっけこれ。でもメインじゃないからな。はい、じゃあちょっとやっていきますか。なんかもうカタパルトがあるよ、もういきなり。このバリスタも欲しいな。あ、ここが相手の砦か。ってことはじゃあここから湧いて出てくるのか、いっぱい。あ、こっちが本拠地か。先にここをちょっと落とさないといけないのと、ここを対策しなきゃいけないのとって感じか。ただちょっと重い敵が多そうなんで、やっぱりここはあれですかな、破壊できるタイプの爆薬。いくぜ。あと魔法もね、十分効くから。魔法系の私が出るわ。でちょっと空飛んでってほしい気もするな。裏舞台もちょっと入れて遠くから行くって感じかい？指示をくれるかい？カタパルトもちょっと乗りたいな。任せといて。え、なんか突っ込んできたのは騎馬隊だった。やっちまった。やるか。でもこれは攻撃、相手の攻撃が当たらない。当たるな。お任せください。これなら倒せそうだ。向かいます。もうよ、行ってくれ。迎え撃つ。ついたよ。これやっても多分やってる頃にはあいつらもう来ちゃうか。着きました。寄ってやろうじゃねえか。いやでもしっかりダメージ食らっちゃうの嫌だな。後ろのやつが攻撃食らってんのか。パンプアップしてくれ。全員食らえ。これは強い。あ、後ろやられた。そっか、縦に強く並んでるからか。すげえ顔してる。ブルーのやべえ顔してる。もっと強くなっちまったな。へへ、見たか。やるか。
やられたからちょっと一回引く。了解。順調だね。魔女の力見せてあげる。指示をくれるかい？あ、倒せないのか。行くよ。すぐに向かうわ。追いつかれた。ぶっ潰してやる。あ、全然ノーダメージで勝てる。これが強い、これが強い。縦一列強い。当たらない。どうか。もうこれはもう避けれないもんね、あの大きさだね。こいつも取るんだ。うわ、強い。牙はもう本当にダメージはしっかりもらうんだよな、あれな。どんなもんだ。どこへでもひとっ飛びですよ。ダメージは食らうんだよな。了解です。かかってきなさい。ちょっと入れ替えてこう。強い。女の子なのによくそんな思いを持てること。これでどう？ぬるい。そこだ。うわ、ほらすげえダメージでかい。一掃します。本当に一掃したね。グリフォン強いね。この調子で行きましょう。力が湧いてきた。撃破しました。お力になります。はい、これもいけそうで、今分かってんのはここまでは届かないのか。ここだな、もうよ。これはちょっと拠点に戻れ。知り得とするか。で、3体別のを出す。主人公行け。よし、行こう。ロルフも行け。出撃する。で、次はどうしようかな。魔法の方が良さそうだな。出撃いたします。容赦しません。ここは勝てる。しかも回復。強い強い。本当にこの子たちは。回復。あ、半分減ってるけど回復があるから大丈夫なのか。くらい。うわ。強。やりましたよ。こちらの勝ちです。お任せください。これどう？あ、これか。あ、ダメか。見張り台勝てないのか。まず見張り台行きたいとこなんだがな。向かいます。到着したわ。ちょっと待機で。これ壊しちゃうとこいつら一気に来そうだな。これどこまで届く？あ、届く。これも届く。見張り台攻撃。標的は誰だ？倒せそう。考えるんだ。ダメそう。やってみせます。任せてください。出番か。進もう。いや、なんか今お呼びですか。なんか今赤くなった。あ、バリスタか。じゃこれギリギリ当たらないところ。了解しました。相手になろう。おりゃー。です。いやー、でも縦一列は結構な威力。燃えろ。強い。終わったと思うなよ。後ろに1体魔法使いいるだけで十分あれだ。強いわ。うわ、2人倒したわ、あの魔法使い。これで。あ、レベル低いからこの子はちょっと強くしよう。お任せください。行きましょう。標的は誰だ？ギリギリで待機。さて、よし。ギリギリで待機。お力になります。了解です。ギリギリで待機。当たった。勝利したわ。あ、倒したみたいっす。やってみせます。じゃあもう一気に行っちゃおう。向かいます。
お呼びですか。はい。71月1月どう出るべきか。勝てないんだったら無理していく必要はないか。よし、ちょっとここ出たい。行くぞ。お任せください。うん、あなたも無理していく必要なし。はい。次はどうすべきか。負けん。今ノーダメージならいいよ。行くぞ。ぬるい。まだだ、まだ。騎馬対決。おっと、行動不能がある。黒い、甘い。傷を癒します。行動不能がある。行動不能の間に魔法やりたかったな。そうすればガードされなかった。無駄です。休みましょう。お、回復された。このれ、やりましたよ。出番か。進もう。どういたしましょう。行きましょう。あ、なんか来る。ソードマンが来る。考えるんだ。よし。あーと、待って待って待って、行っちゃダメだ。バリスタがあるから行っちゃダメ。向かおう。指示をくれるかい。ええ、考えるんだ。よし。まだ出れるよね。モルドン隊じゃなくてこの子を出して出撃します。どう出るべきか。こっちにカタパルト進軍します。到着した。これで有利になります。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。なんかすんごい突っ込んできた。すんごい突っ込んできた。かかってこい。止める。加勢いたす。今の子も前後列の作戦やってなかったっけかな。強い。馬ごと。もう一人ずつ倒した感じだったね。こんなところか。報酬も弾んでもらいたいね。レベル15のやつだから、ちょっとあれだね。はい。やっつけときたいね。あとなんかまだ空いてる？空いてるね。どんどん出撃する。ちょっとなんかここら辺やべえ。主人公で勝てるかしら。あ、勝てるならいい。到着です。で、ちょっとこいつらにはもう間に合わなさそうなんで、ここ好きにはさせない。主人公強い。やらせるか。かかった。それ反撃よ。そうだよ。おお、強い。アリー強いぞ、ソードマン。かかったわね。うわー、ノーダメ。これはパーフェクト。意外と主人公チーム悪くない。なんかね、どう出るべきか。そんなに強そうには思えないんだけど。すぐに向かうわ。いつでもやれる。どうしようかな。すぐに飛び立つ。どこへでもひとっ飛びですよ。了解です。さあ来い。手を貸すわ。アシスト魔法付き。そしたらなんかダメージゼロになる。止めたぞ。2回攻撃なんです。そこだ。今のがもしかしたらアシスト魔法があるおかげでダメージゼロなのかもね。どうなのこれ。うわ、7食らった。すぐに回復するわ。回復するからか。やらせん。それは強いの。光よ。攻撃もする。小賢しい。いい調子だ。こいつらいつまでもここにいてもしょうがないか。え、こっち側から倒しちゃう。向かいます。出番か。こっち側から倒しちゃう。あ、待て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 。あれを好きにはさせない。占拠してない。私が援護する。占拠はしたいな。
だまだ。まさか強い。しまった。ルミナスカバー。貫け。いや、スカーレットを守ってあげて。さっきからずっとメリザンドばっかりカバーしてるから、ちょっとスカーレットの視線が痛い。ここで、ほら、メリザンドばっかりガードしてるから。元気になって。あ、気絶も直してくれる。このまま行こう。お呼びですか。注入はしてくれます。待機します。制圧できたな。オッケー。で、あれだな、爆弾槍が冴えてきたぜ。ワイルドラッシュ。あ、アデルにもなんか技が。到着になります。出撃してないのはモルドン隊だけだよね。行くぜ。これ間違えた。もう一回拠点に戻れ。着きました。シリゾクとするか。指示をくれるかい。任せといて。今度は魔法使いの子も戦って。お手並み拝見だね。これでちょっと経験値稼ぐ場だからね。いろんな単位で戦おうよ。奪います。はい、攻撃力ダウン。分けてあげるわ。投げて。追撃。追撃の方が威力でかいのはどういうこと。倍以上あったんだけど。まだ伸びしろがあったようです。順調だね。んで、こいつらは別に回復する必要ないんで、これでようやっと進んで。了解しました。さあ来い。どうしよっかな。主人公スカーレットが12か。覚悟しなさい。あ、こっち結構みんな11なんだ。じゃあこの魔法使いレックス隊をなんとかちょっと経験稼ぎの場に使おう。スカーレットもいつの間にかレベル上がってたね。定めて行きなさい。こんなはずは。攻撃力ダウン。ダウンだけど急。魔力を乗せるよ。ガードスラッシュ。おは強い。若い子でも負けないよ。のレベル上がった。どんなもんや。勝利したわ。でここでモルドン隊を出して駐留させとけばいいや。さあ、こういうことだね。やりたかったことは。さて。魔女の力見せて。ええ、どう料理してやろうかね。うん、魔法使いの子たちのレベル12にする方を先決にしましょう。頑張れ頑張れ。これはどうです。一列に並んでくれているぞ。なんかそういう技を持っている子たちじゃない。おりゃよっと。それでも倒せるんだよね。誰や。あ、レックスはそんなにガードが硬いやつじゃないのによく頑張ってる。一人ずつ倒したいかな。魔力を乗せるよ。どうかけて勝ってる感じか。そうだね、一撃で倒す。強い。一人一冊。まだまだ現役さ。強い強い。魔力を使いすぎたわ。あ、あんたはここでもういいよ。休息。答えてみせよ。この見張りに向かって一直線ゴー。私に任せろ。我こそは堅牢なる盾。よし、通りやすいようにしよう。どう出るべきか。向かおう。いいねいいね。お任せください。倒しちゃう？それとも作戦時間が残り半分だ。マジで？みんな頑張ってくれ。次はどうすべきか。この見張り台やっつけちゃってもいいけどね。やったぞ。やれるのか。
いや強いな。あ強いな。あ強いな。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。えこれバリスタだけで勝っちゃう。ほら。ほら。やってみせます。これバリスタだけで勝てる可能性あるぞこれ。ワンちゃん。お呼びですか。お任せください。いやでもダメだ。そうしたらあの。もったいない。行きましょう。来るなら来い。まだ今勝てなさそうだ。やっちまいな。打ちのめ。ちょっとまあバリスタストップ。バリスタストップ。甘いな。まずいバリスタが倒しちゃう。炎。バリスタ強いんだな。あんなにボン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 打つんだ。勝利いたしました。ちょっと待って。行くぞ。ここを抑えたぞ。このままだとバリスタが経験値を相手になろう。取っちゃう。よし、これで中級終わりか。オープニングにしては長かったな。もうちょっと短いっていう風に想定して今やってたんだけど。長かったね。よし、でもこれでいい経験値もらえるでしょ。まだ戦えます。全員レベル1ぐらいは上がらない感じ。行きましたね、日頃の鍛錬の成果ですわ。とにかく強いホーリーガードデバフ無効化。なかなかの強者でした。本拠地はいクリアというわけで長い長いオープニングでした。中級何だったこれ。中級編古代の魔法陣中級その1クリアしました。これは興味深い。初回だけですが報酬が得られました。やったします。それにしても長いオープニングでしたね。あそうか、こっち行って何もなかったからさっきの場所から下がろうって言ったんだっけ。ここら辺なんかありそうだよね。そうだ、だからこっから下に行けばいいのか。そうだね、ここまだ来てないね。小さな端材、確かこれが20個ぐらい必要だったかな、さっきの納品だと。街あるじゃん。あ、よかった、イベント起きた起きた。タチアナ、わかった。私はここのことをジスラン様に伝えてくるわ。あなたたちは他にもいないか探しておいて。なんかやべえな、やべえ団体。なんだろうあれ、なんだ今のおっかねえ仮面の集団は。街の人に聞いてみよう。すまない、この辺りにいた集団について聞きたいのだが。ああ、あいつらは領主ジスランの手の者さ。流行り病から身を守るために変な仮面をつけているが、その病自体ジスランが実験でばらまいたってもっぱらの噂だ。なんだって領主自ら。そんで、ああ病か、病を患えば連行されていく。みんなジスランに怯える毎日さ。なんてこと、こんな非道、すぐにでもやめさせよう。バイオテロ、さまよう兜。レベル14、ちょうどいいね。この地では長いこと病が続いててな。病になると日に日に弱って死んじまう。病人が出たら一家まとめて強制収容、一村丸ごとなんてこともあったんだ。死体もあっちで埋めたって。以前はいい漁師様だったんだけどな。急にバイオハザード感が。ちょっとここら辺探索するか。やべえ、なんかいる。うわー、もういきなりなんかある。あー、なんかいる。うわー、なんかいる。うわー倒せそうもないな。なんだこれ、どういうことだ。強いぞ。
これは取れないのか、上からか。取るもんだけ取らせていただきます。はい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 、キラーン、なんかある。手記ってのを手に入れてないね俺まだ。手記ってなんだろう、どっかで探してみるか。ここは接収中だ、近寄るな。ゼノイラ兵が取るもんだけ取りまーす。アイテムだけ取りまーす。兄も病気になり漁師様の親方にそこで死んだと聞かされました。実験されてるって。でも私は見たんです、夜兄が歩いているところを。声をかけても全く反応しなくて、そのまま南へ歩み去っていきました。え、ヴァンパイアになっちゃった、そういうこと。僕の父は流行り病を疑われて漁師様の館に連れてかれました。流行り病のため立ち入り禁止です、お引き取りください。やべ、ワープしてきた。じゃこれやるか。さまよう兜。支部地方は謎の流行り病に悩まされている。病人は漁師の館に強制収容され生きて出られた者はいないため、領民は恐怖に震えているという。漁師を撃ち領民を恐怖から解放する。バイオハザード。さまよう兜。やべえ連中がいるみたいですね。ジスラン様。こいつがジスラン。また新たな村で病の者が出ました。ならばいつものように村の者全員を捕らえよう。健常者とて使い道はある。今すぐに収容所へ集めるのだ。ほらやっぱりやべえ。弱っている者もいます、この雨の中を。ですか。そうだ、実験には常に被験者が必要だ。実験言うてる。犠牲を恐れていては崇高な使命を全うできぬ。それに途中で死んだとしてもわしにとっては役に立つ。お前か、バルトロ殿。また死体を集めに来られたのか。いいだろう、持ち去るがいい。山のようにあるぞ。だが貴公へ渡す死体もこれが最後となるやもしれん。では実験はうまくいったのか。それをあなたが知る必要はない。ここへ来たのは死体が目的でしょ。おや、どういうこと。ゼノイラに逆らう者どもがそこまで迫っておる。奴らを死人に加えてもらうよう伝えに来たのだ。反乱軍がここへ。今邪魔されるわけにはいかん。わしの手勢を置いていく。戦力として好きに使うがいい。助かる、使わせていただこう。バルトロ殿、タチアナはここに残り実験を続けさせるのだ。はい、ジスラン様。誰が実験してんだ。ジスランが実験してんじゃないのか。衛兵はおるか。兵を集めろ、すぐに出るぞ。あ、消えた。わ、ジスランは薬を完成させたのか。わしが手を貸したのだ。頃合いじゃと思っておったよ。手を貸した。よくも言えたものね。お前はジスラン様にふさわしい相手ではない。でもあの方が望まれたので私は従っているだけ。さあ早く死体を持ってこの館から出て行って。お、嫌われたもんですな。なるほど、バルトロですか。じゃあこれメインストーリーに近くないか。これ雨降ってる。本作戦の目標は領主ジスランの撃破。
敵の兵力は騎馬兵が中心ですが一部魔法使いもおります、ご注意を。バルトロドの部下が加わり兵力は増加だが長期戦は得策ではない、町は立ち穴に任せ私自身打って出る、反乱軍の捕虜は崇高な実験に利用してくれよ。やべえやべえのがいる、やべえのが騎馬兵魔法使いとかか。弓もいるのか。まずこの見張り台をなんとかしようか。ってことは空を飛びたいな。オクリース隊出撃する。で馬は どうしようかな。これかな、これかこれか。行きます。食らう隊、さらに行くぜ。で忘れちゃいけない主人公、よし行こう。よしこんな感じで行きましょう。なんで後ろが空いてるのすげえ気にならない、なんで橋があるのここに、なんか気になるけれどもまあいいか。向かおう、ゴー。一気に見張りだい。あれ行けない、なんでだ、なんかあるの。交代で見せよう。いけるやん。あれでもなんかめっちゃダメージ食らうな。しくったか。どこへでも一飛びですよ。あれ結構食らうな。あれなんだろう、なんだろう。私を見ておけ。ああ行こう。もうや。了解。お力になります。はい。なんだろう、なんかちょっと嫌な予感がするな。よし。間に合うか。おーちゃん、出番か。え、なんかやられる。なあ。考えるんだ。まあこれの方がダメージは少ないか。向かおう。立ち下がるなら排除する。あ、でも結構ダメージ食らうな。でも見張り台邪魔だからやってくれ。行きますよ。プロテクション。ついてこられるか。私に任せます。ああ、避けられた。こういうミスが多分ダメージを減らした理由か。その程度か。追いつかせ。ああやばい、シャロン、ああやばい、シャロンは攻撃しないで、気をつけて。自分で自分にヒールをして、あして自分で。もう一人ぐらい倒したい、もう一人ぐらい倒したい。あれダメか、休息だ。くそ、恐れるものなどない。うん、違う、今なんか下に別の部隊がいたんだ。くっそー、そういうことか。私に任せろ。ここだな。見張り台じゃないやつと戦ってたんだ今俺。うわ、ちょっとやられちゃうかもしれないけどここは無理してでも行くぞ。軽いね。うん、シャロンやられちゃうのは分かっていた。強い。当然の結果の2人でいけるかい。また少し強くなりました。天は見ているのだ。やっぱりだ、地面になんかいたんだ。折れようとも心は折れん。ダメか、37で。うわー、くそー、しくった。完全にしくった。今地面になんかいたんだな。ああ行こう。逃げるしかなくなっちゃった。好きにはさせない。うわ、アシストめっちゃくるわ。さあ来い。いや今のは見張り台倒してからのこれだったんだけど。
めっちゃ来るわアシスト。ぬるい。おでも気絶。オドフの。やらせるか。受けてみよう。この程度まだやれます。すぐに回復するわ。いや回復より気絶を。それそれ。ここでチェ。また気絶しちゃうかな。もうよ。行ってくれ。どこへでもひとっ飛びですよ。いやダメだこの見張り台に勝てないんだな。参ったな。これは参っちゃったな。向かいます。見張り台がちょっと強い。好きにはさせない。ぶっ潰してやる。俺が相手だ。寄ってやろうじゃねえか。ちょトラビスがダメージ食らうの嫌だな。当たらないんだねアシストも。トラビス強いねやっぱり。元気出せよ。いただき。これだいくぞ。これは一人でやっつけれる。こんなもんかね。強すぎる。悪役が一番強い。やるか。さて。やっぱり主人公チームじゃ勝てない。どう出るべきか。こっち行くか。もうよ。なあ。お任せください。追撃もしてもらうか。かかってきね。うわーなんか54だってダメージめっちゃ食らうな今の。よっしゃかかるぞ。てかトラビスがやられちゃうってことか。うわあ強い。いやでもこれが入るのは止められはしまい。届かねえよ。これだな一番威力が出てる。でも倒しきる。じゃあじゃあだな。やばいんじゃねえか俺。ほんとやばいんじゃないか。ただちょっとやばいのはこっち。追加で出撃する。出番か。進もう。ここは危険だ。19。食らってでも威力はどうだ。行くぞ。標的は誰だ。こっち行くか。了解しました。あんたのが強いか。好きにはさせない。手を貸そう。手を貸してくれ。来いよ。リヒール。あ、ずっとくるくる回っててくれるのいいかも。やらせん。またにやめます。ここは俺が。くらいな。あ、スカーレットも持ってよ。これ。忘れか。あ、いつの間にかメリザンドがやられている。力よ。通さぬ。射抜く。いい調子だ。回復が必要だな。みんな戻んなきゃいけなくなっちゃった。向かおう。お力になります。向かいます。次の行動に移るか。これ倒せるかな。狙いは高い。いやー選択を誤ったね。ちょっと空飛ぶ子たちで行けると思ったんだけど、石膏下にいたんだね。森の中で隠れてたんだね。ちょっとあれは予想してなかったな。はずは当然腕が上がったか。打ち取ったか。出番か。進もう。着きました。押さえたぞ。お任せください。はい。
こっちまで行っちゃうか。出番か。行ってくれ。このまま行くのは得策ではない。他にも出撃できそうなヤーナタイプ、ここら辺もどんどん出していこう。魔女の力見せてあげる。任せといて。到着した。撃ち抜く。うわ強いな。なんでうち勝てないんだ。キバさん続きます。続いてくれ。目にもの見せてやるよ。守る。邪魔をするな。あ、やべ、後ろやられるのか。そういうことか。やべ、見張り台にいる意味なくなっちった。後ろにいるのが逆にあだとなったか。そうなると立て直しを考えよう。チーム一旦拠点に一度撤退する。私を見ておけ。私に任せろ。行くよ。すぐに向かうわ。撤退する。撤退させて、大丈夫な子をどんどん出すか。死んでない子、ここも死んでない。出撃いたします。ここも死んでない。出撃します。どう出るべきか。どんどん進んでいくべきです。どういたしましょう。任せてください。あ、でもしくったな。ご指示を。あの、回復するやつも必要だったわ。進軍します。良いものを見つけました。5000ゴールドをゲット。ここですね。一時退却します。よし、ちょっと待って。よし、ちょっと一旦カットして立て直したいと思います。セーブ後はこれちょっと包囲するところまで行こうかなと思います。うわ、なんかいっぱい来てる。これちょっと撤退した方がいいか。お呼びですか。あ、でも勝てるのか。勝てるならまだしばらくいるか。よし、じゃあ一旦カット。はい、というわけでもうボスを包囲させていただきました。ちょっと今回は作戦ミスでしたね。完全にね、この見張り台を取らなきゃいけないのはね、分かってたんですけど、取りに行くキャラクターを間違えましたね。まさか下に、石膏がいたとは。あ、まあでも逆に石膏がいたことを見抜いてくれたっていう意味では良かったのかな。作戦ミスだけれども良かったのかもしれない。はい、じゃあ行きます。これはノーガード、ノーガードじゃないや。あ、こうした方がダメージゼロならこれでいい。ダメージを食らわないでいい。反乱軍、我らの邪魔はさせん。ちょっと主人公たどり着かないから評価する。コメントないわ。証拠材ですね。押し通す。証拠材な。しかめそう。備えは万弱だ。万弱らしいよ。これは灼熱。うわ、効かない。これすごいな。勝利いたしました。さあ、あともう少しで倒せる。前を倒しただけか。そうなると今度はこれで一列倒しがいい。うわ、100食らっちゃうのか。ちょっとそれ勘弁。お力になります。やるか。あ、じゃあこっちの方がいいか。待て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 。どういたしましょう。あ、やばい、85くらい。ちょっと離れて。着きました。これで大丈夫そう。ぶっ潰してやる。アシスト射撃はあるとどう。手を貸すわ。私が援護する。これはあった方がいいみたいな。馬がいるからまた一列攻撃食らっちゃう。行くぞ。邪魔をさせる。なんでこれはワイルドラッシュ。これで後ろのやつがやられちゃうんだな。まあもうそれはしょうがない。
吹っ飛べ。一撃死。ここまで来て、お、ジスラン倒しちゃった。終わってしまうのか。実験の成果が。我らに勝利を。もう見る前にジスランを倒してしまいました。ジスランは別に主人公と当たれば何かイベントあったかな。申し訳ねえ。ちょっと遠いか。魔女の力見せてあげる。ちょっと遠いか。任せといて。11一番 HP やってみせます。お任せください。フラウ隊に倒してもらうか、はい、疲れたな。ここだな。作戦時間が半分を切った。どっちが早い。引き締めていこう。立ちはだかるなら投げ払うまで。フラウ隊で終わり。いや、ほぼアシスト射撃で終わり。いいレベル上がって、ね、いいレベル上がって2つぐらい上がったか。今少しは強くなれたでしょうか。より高みを目指します。まだまだ強くなるよ。おお、よし、頼むよ。はがりの羽、羽がりの子だって。飛行系からの攻撃を大ガードで防ぐ。残念でしたな。ジスラン、あなたが病を振りまくという噂の漁師か。バカを言うな。憎い派の病を私が振りまくだと。あれ、違うの。間もなく病を打ち倒せるというのに。ああ、病を治そうとしたの。残念だ。だがあとはタチアナがやってくれる。これでようやくお前のもとに行けるのだな。死んだか、ジスラン。何？お、バルトロ。薬ができては病を広げたわしの努力が無駄になろう。待て。病を広げたのはお前か。病を治そうとしてたのか、ジスランが。そういうこと。でも病を広げてたのはあいつか。ジスラン様が戦死された。なんてこと、なんてこと。あ、続くの。なんか続くみたい。え、じゃあこれタチアナも倒さなきゃダメ。タチアナはきっとあの仮面を取ったら、まあ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 、お素敵なパターンかもしれないけど、これ大丈夫、仲間になる。ジスランさんも倒しちゃったけど私。ああ、ゼノイラ兵ここにいるやん。ああ、そういうことか。これやべえ。結構やべえ。これただの砦だ。街じゃない。え、砦からも呼び戻せるんだっけ？お任せください。任せてください。制圧しました。どういたしましょう。ああ、大丈夫だ、出撃できる。で、回復もするね。オッケーオッケー、じゃあ大丈夫だ。さあ、これやべえな。え、なんかここにもある遺跡。え、なんか誰か残ってる人いない。なんか残ってる人いない。いるね。出撃する、いつでもやれる。この橋怖えから、ちょっとこの橋にいてもらっていい。ああ、行こう。ふん、ここだな。で、私を見ておけ。これにちょっとここ行ってもらおう。私に任せろ。標的は誰だ。で、これはちょっと死んでてもロルフの弓は当たるんで、指示をくれるかい。このまま行きましょう。で、このバリスタ落としたいな。ここまで近づく、うん。お力になります。了解です。ちょっと厳しいか、行ってくれ。厳しいかい。あ、死んでるな。疲れたな。了解、ご指示を。進軍します。送りたい。
到着だ。お任せください。これはもう回復したかな。じゃあ回復したなら向かいます。で、こいつらを注意。まずいな、行ってくれ。こんな感じか。これは多分ここに向かってるでしょ。次はどうしましょうか。ここですね、到着した。違うところ行ってる。ちょっと待て。どこへでもひとっ飛びですよ。え、勝てねえ。あ、弓兵か。魔女の力見せてあげる。任せといて。何なんだあれ。指示をくれるかい。すぐに向かうわ。次はどうするんですか。うん、ダメだな、向かわない方がいいな。お任せください。じゃあバリスタ。うわー、ダメだ、バリスタに勝てねえ。弓兵だこっちも。じゃあやっぱり馬の方が早い。行ける。馬行ってこい。早い。あ、でもバリスタの方が早い。まずい。痛い。作戦時間が残りもうわずかだ。嘘、続いてんの。負けん負けん。やべ、まだ続くとは思わなかった。パワー回復してる暇はない。このままガンガン進むしかない。まだ回復だ。よし、ちょっと一回立て直すか。立て直しながらもちょっと強引に進まないと危険だね。そして続くんだったらちょっと時間の配分もあったのよ。お任せください。向かいます。じゃあね、ちょっと一旦カットして、これ見張り台ここにいてももう意味ないな。このバリスタあたりのところまで一気に、進めておきます。ちょっとこの雑魚倒すのもカットでいいかね。一旦カット。これで後ろから承知しました。あとタイムリミットがあとわずか。ジスラン様が亡くなられた。私を救ってくれたあの優しい方が、私から居場所を奪った罪、その代償を支払ってもらう。これは仲間になりそうにないかしら。ここで押しとどめる。操られてるならいいね。研究の邪魔はさせない。ここは守ってみせる。強豪突破だ。真ん中だ。回復を。アデルはあれでいいな。なんかちょっと不謀心タイプだし。うわー、ど真ん中通る。ジスラン様、ごめんなさい。タチアナの出番なし。ホームだよ。うわー、そうか。ほうほうほう、プリタイが死んだ。こっちが先だったな。避けられたから一回で終わらなかったのか。やべ、あとタイムリミットがあとわずか。でもいける。します。行ってくれ、頼む、終わってくれ。よかった。我が槍の錆となれ。いや、時間制限だったよこの戦いは。で、倒せねえのか。出る。これ式。耐えた。備えますよ。でももう一回。さすがに2回は無理でした。はい、アデルレベルアップ。あ、このメンバーにいればアデルのレベル上がる。使ってくれよな。守り抜きましたぞ。よー、危なかった。ギリギリ。他のね、ユニットが来なかったのはもう行動回数がなくなっちゃったからね。もう近づけなくって。で、あとほとんどのユニット誰かしら死んじゃっててね、ちょっと回復してる間にもう間に合わなかった。いや、まさか後半戦あるんだったらちょっと最初に言ってほしかったね。ちょっと前半ちんたらやりすぎたわ。よくもよくもジスラ様。どうだった。殿下、恐ろしいことに収容所は領民の死体の山です。兵を近づけないよう通達してくれ。おそらく病で死んだ者たちだ。はっ。領民を病の実験台にしていたという噂は本当か。
そんな噂を信じているの？愚かな奴ら。領主の館を調べようぜ、アレイ。何をしてたか分かるはずだ。やめて、ジスラン様の研究を荒らさせはしない。では君が案内して教えてくれ、タチアナ。でも相手が、うわ、なんかすげえ顔。ここでジスラン様が薬を研究されていた。なんだ、仮面の下はどんな恐ろしい顔かと思えば、意外と普通の子じゃないか。普通。数年前から、可愛いとは言わない。領内に流行り病が広がった。ジスラン様も病で奥方を亡くされ、人が変わられた。病を憎むあまり、薬の研究に取り憑かれてしまったのよ。資料使いの力を借りてまで成し遂げようと。そして領民を実験で犠牲にし、死体を資料使いに渡していたのか。誤解ね。ジスラン様は病に打ち勝つため、あらゆる学問を学ばれた。未知の治療法を探し出すには、仮説のもと思考するほかはなく、その方法が間違いだと判明しなければ、正しい答えにも近づけない。医学のためだと言いたいのだな。だが領民にとって不幸は同じだ。犠牲は無駄ではないわ。効果は現れている。薬ができたのか？まだ完成ではない。提供された資料には嘘も多かったし、けど糸口は見つけた。このまま研究を続ければその効果は顕著になるわ。ジスラン様の成果が出るまであと少し。確かに我が軍から病が出ても薬は必要となりましょう。しかし殿下、悪い噂の立つ前妻な研究を続けさせるわけには。おお。研究を続けさせる、止めさせる。いや、これはあれだな、このタチアナっていう子が仲間になるな。そう思って続けさせる。タチアナ、君を信じよう。ジスランの代わりに君が命じて薬の研究を続けさせてくれ。悪い噂はどうすんだよ。もちろん病人を収容する際の待遇は改善してもらう。あくまで人を救護するための研究としてだ。ジスランも最初はその思いからだったはずだ。私の処遇はそれで終わり？処罰はないの？俺たちが戦っているのはゼノイラだ、君じゃない。そして今度はゼノイラでなくあなたに従えと。解放軍としてここに来た。君たちを自由にするためだ。私は自由ならばあなたについていくわ。おい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 。薬はもうすぐ完成する。私が残って研究を続けずともね。だからあとは部下たちに任せても大丈夫。私からジスラン様を奪ったあなたがどんな理想に死ぬのか最後を見定めてやる。そしてあなたの最後の時、私がとどめを刺すためにも。そんなの許すわけ。いいだろう。わお、レックスいいな。だが簡単に死ぬ気はない。そしてついてくるなら力は貸してもらうぞ。さまよう兜クリア。というわけでタチアナが仲間になりましたね。勲章10個。いや長かった。黒鉄の斧。鉄と書いて鋼と読むとかやめてよ。主武家。私はいつでもあなたを見ている、アレイ。それを忘れないことに。なんかメンヘラな感じがしますけれども。え、じゃああれか、じゃあいつもここ最近よくマグが使うサムネ、とりあえずトリマアレイの隣に置いておくわにする。いやいやいや怖いな。
僕の父は収容所に運ばれる寸前にホドリックという方に助けられました。病気も大したことがないようで、解放軍の人には感謝しかありません。ってことは、じゃあ全然その病じゃない人も捕まえてたでしょ、絶対。タチアナ様から残り作業についてご指示いただきました。我々だけで薬を作成できます。お任せください。ジスラン様は病気になった人を強制収容してたけど、しょうがないわよ。私は若い頃ちょっと勉強したからね。病気の人は隔離しないと危険なのよ。収容所の待遇は改善されたそうですが、兄は戻りません。ただ一人の肉親だったのです。あー、いやでもバルトロに預けるのはなんか死んでもなお働かされそうじゃないね。多分アンデッド使いってことでしょ。やべえじゃんそれ。そっちの方がやべえじゃん。あ、もうちょっとだったね。あとはコルビア層があればここが解放される。はい、というわけで、こっちは来たけど、もうあれだね、南に行く道はなさそうでよろしいかな。そうだね、南に行く道はもうないですよこれ。これなんか手記手に入れるか。なんか俺どっかやり残してるところがあるかもね。じゃ次回は手記探しするか。まあ一回全部もう一回話聞いてくるか。私はジスラン様に雇われていたの。金払いは悪くなかったよ。グラディエーターとの編成をお試しいただけます。あ、前面にあんなキワッキワのグラディエーターがいる方が強いのあった。カウンターを持つ兵士との相性が抜群。へえ。ジスラン様は文武両道で立派な騎士、そして領主だったのですが、人を使った実験をするとは一体何が彼を狂わせたのでしょう。ここも終わったのかな。病で孫が死んでしもうた。人生これからという時に。恐ろしい領主を解放軍が討伐した。これできっと流行り病もなくなるよな。こっちはどう。てっぺん、ここはうまくいきそう。完成、納品達成。アリン様ありがとうございます。支援のおかげでみんなが助かってます。じゃあメリザンドで。ええ、任せてちょうだい。いい声だ。なんか新しい武器あるか。ルーキーエッグ。キャラの取得経験値プラス100。これはちょっと1個持っとくか。経験値がちょっと足りなさすぎる、レベルが低すぎる人に装備させよう。ゴールデンエッグ、ユニットの取得金 100%。 これあれ誰か持ってんな。なんか所持数1個あるわ。あとはいらないか。ここら辺も本当はあった方がいいんだろうけどね。また道具屋。さあ商品を見ていって。ダイスばっかり、こんなもんか。ここら辺にまさか敵いるとは思わなかったな。この武器は武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。なんだこれは。千姫、千姫なんて読むんだろう。千姫のが可愛い。千姫のパルチザン、パッシブブレイク。貫通する攻撃を与えた上にさらに PP を減らす。これは1個もらっとこう。ありがとな。あとは別になんてこともないし、持ってるね。なんだこれ、ブルーグラスって。命中率か。命中率が低いやつに装備されればいいんだろうけど、1個持っとくわ。ありがとな。また。さあ、商品を見ていって。買い取りもやってるよ。こういうアイテムもあるんだね。敵ユニットを発見状態にする。あー、なるほど。遠見の水晶。そうか、これで森の中見ればよかったんだよね。そうすればわかるんだ。そして俺所持数3つあった。
こういうのちょっと活用しようか。次は指定した位置にマジックマインを設置する。マジックマインって何？トラバサミ。10秒間指定した敵ユニットを自身に向かってくるようにする。ちょっとこういうアイテム使おうかね。持ってんならちょっと使ってみたいなと思います。またのご利用。ちょっと今のマップはちょっと使いたかったかもしれない。はい、というわけで今回はここまで。今回の動画が良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。親密度会話もいっぱいあるんだ。これでも全部終わらしてからあっち行く？ちょっと多いよ多分。ほら結構多いよ。アレインだけにする？それとおおっさんとおっさんの会話はカットする？ひどい。まあ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 、そのうちオープニング用に使うか、この親密度会話はね。オープニングやることない時だけ。じゃあそうしよう。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。これでこのコルニアは大体終わったと思うよ。